ああ、やっぱり花はいいですね。白い花もいいんだけど、もうちょっとね、パッとした色が欲しいね。パッとした色。バレバレマジックですね。お花さんが挨拶をします。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、この花のマジックは。今日はシニアの手品教室ナンバー24、面白ロープ遊びをお楽しみください。今日はもちろんですね、後半はこのマジックのやり方を解説いたします。今日はちょっとね、イメージチェンジでこんな赤いのを着てやるんですけども、どうでしょうかね。はい、まあ、いつもと違った感じでやってみたいと思います。はい、ここにですねロープがあるんですけど、これ1年ぐらい前にね投稿したことがあるんですが、非常に好評なんですよ。ですからこのシニアのね手品教室でもやってみたいと思います。はい、この白いロープをですね、この手提げにかけます。かかってますね。ここからですよ。ワン、ツー、スリー。抜けてしまうんですね。もう一つはですね、もっと複雑にやってみます。いきますよ。はい、一回通しました。また通しました。また通しました。こんな風になってます。ワン、ツー、スリー。これでもやはり抜けてしまうんですね。ぜひこれね、一つ覚えておくととっても便利です。はい、でこういうロープを作るんですが、その作り方を今から解説いたします。じゃあこのマジックのやり方、今から解説しますね。はい、最初ですね、こういうロープをですね、はい、お家にあればいいんですが、手芸用品屋さんとか、それから100円ショップで購入してきてください。それでですね、購入しましたらお家へ持って帰って、大体ですね、こう手を伸ばした長さ、ひとひろっていうんですが、そのぐらいの長さを使います。でこの先端にですね、この赤いテープやってありますが、セロテープでここをぐるっとこうね巻いてください。でぐるっと巻きましたら、接着剤、これ木工用って書いてありますが、布も使えるタイプです。でこの接着剤をですね、この先端にこうつけます。はい、でつけましたらですね、少し時間を置いて、30分ぐらいですね、時間を置いてこことここをこのようにくっつけます。はい、でくっつけましたら、またこのセロテープでこの部分を巻いてください。それで、大体ですね、一晩置いておけばくっつきます。はい、でくっついてもね、これテープ取らなくてもいいと思います。目立たないですよね。はい、でこのような輪を作ります。はい、これでロープは出来上がりです。次はこのロープでどんな風にしてこれを抜くっていうのをやるのかっていうのを説明しますね。はい、まずこのように通したら、
4本の指でロープを持ちます。そしてワン、ツー、スリーとこのこうロープを閉じていった時に親指でここのところを引っ掛けます。ですか、ワン、ツー、スリーで引っ掛けて、でこの状態で、はい、こう持ってくるともう外れてます。もう一度いきますね。はい、ワン、ツー、これスローでやりますから、こちらの、4本の指の方は離してくださいね。で親指の方を持ってきて、ここまで来たら一番最初と同じような手の位置を確認してください。はい、そして上にこう持ち上げると、まるでここからこうね、ロープが抜けたように見えるわけです。これが第1段の最初の方ですね。で、2番目の方ですね。2番目の方は、はい、まずこう持ってきたら右側のロープを左の手に渡します。そしてこういうのを作るんですね。はい、次もまた同じです。右側のロープを左側のこの中に入れてこう持ってきます。で、まあ、3回ぐらいねやればと非常にこう複雑なね結び方になります。はい、この状態で見てる人はもう無理だろうな、あんなに複雑に絡んでては取れないよと思いますが、ワン、ツーの今度はですね、左の方の親指を右側のロープに1本絡ませて、でこのままずっとやってくると絡んだロープが溶けて抜けてくるということです。もう一度やりますね。はい、こう来たら左側の手で右側のロープを1本つまんでこう、はい、またこちらをつまんでこう、またこちらをつまんでこう、はい、そしてワン、ツー、スリーで左側の親指を右側のロープの1本をこのように絡ませてスリーで取れるわけです。はい、じゃあ復習いきます。まずですね、ロープはこの先端をセロテープでこのように巻きます。そしてここに接着剤をつけて、でこの状態でこうぐるっとですね、またセロテープで巻いてこのようなのを作ります。そうするとこういう輪ができますから、はい、でこれはですね、ショッピング袋でもいいですから、中にですね少し重いものを入れてペットボトルでもいいと思うんですね。そして手で持つ胃の部分だけを使います。はい、でワン、ツー、スリーで親指を、右手の親指を入れて下へ下げる。そしてぐーっと上にやってくると取れたように見えるわけです。その時この手の位置がこう同じ手のね形になるようにするのがとっても不思議に見えます。はい、で2番目のやり方がですね、はい、左手の親指で右側の1本だけを取ってこう、はい、で3回ぐらい複雑な結びを作ります。そしてワン、ツー、左側の親指を右側の1本だけ取ってスリーでこう抜けたように見えるわけです。とってもこれね、面白いマジックですし、こうちょっとね大勢のところでお楽しみ会なんかでやるといいと思います。はい、ということで、よかったと思う方はいいねボタンを、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。